ハローニーハウスのカズです。えー、4月の頭、えっ、ー、と、大体いい今日から1ヶ月後なんですけど、に、お風呂を設置したいと考えております。で、えっ、ー、と、今日はその設置場所と、設置、 前今こんな状況ですっていうレポートをしたいと思います。でまず場所なんですけどえー、っとこの冷蔵庫とか置いてあるこれキッチンの、えー、っと背中側なんですけどあの小窓が実は外じゃない外とつながってる窓じゃないです。 でこをここ横移動するとまだ工事中のエリアがここですね冷蔵庫からこう横移動すると工事中のエリアがあって洗濯機が稼働してますでそのここですね この冷蔵庫の食器入れの棚の壁の裏面にお風呂を設置しようという構想でございますえー、っとこの物件買った時から2階にでかい窓のついた風呂をつけようという野望がありましてで、まあ、物件買ってもう2年経つんですけど 予算がなんとか捻出できそうなので本命の2階の風呂ってやつをここに設置しようと思います。設置するまあイメージなんですけどドアとか書いてありますね。このまあ洗濯機置き場ちょっと今下がってるんですけどこのキッチンの 背面の壁の横から、えー、と脱衣所にしてでこのここ、えー、と間仕切り入れる軽点、えー、の、えー、と横走りしてる材料もつけてあるんですけどこの内側に、えー、と大体この緑枠ぐらいの。 サイズで、えー、っとお風呂をつけようと。で壁面から、とか、ここ、この、この1本目の緑線、まあ1本目っていうかこう、この緑線までが、やはこう、ユニットバスですね。ユニットバスっていうか、あの、浴槽か、浴槽が来て、で、こっちが洗い場になる感じですね。 で、つくお、つけようとしてるお風呂が、えー、っと、リクシルのアライズ。2018年2月のカタログ、出たばっかりのカタログですね。このアライズの、まあ、だいたいこんな感じですね。この サイズは1620っていうやつで、まあ、色とかはもっとえー、っと茶系の色にしようと思ってるんですけど、まあ、窓もこの窓窓がこの向きにあってこれ、えー、っとワイド浴槽っていう浴槽なんですけどワイド浴槽があってで横に横方向にミラーがついて 水線がつくという配置ですあこれちょうどこの向きが RC って書いてあるんですけどうちも RC ですねなのでえー、っと窓があってこっちに水線がつくっていう感じですねでこれはもう工事するの見越してえー、っと壁抜きして まあ、うち壁の外側から水道管入れてるんですけど、まあ、外液の外側から配管上げて、えっと、この循環と、えっと、水とお湯と、で、排水と上げてあります。で、水については今、仮に洗濯機がいるので、洗濯機とこう、まあ、無理やりつないで,で、排水も適当にうにョうにゃうにゃって伸ばして、 繋いでである状態で,すで元はこの部屋白かったんでこれ元の部屋の白い壁が残ってますねこっちあそうかでこっちの窓面の壁がないのはえー、っと実は以前から、えー、っとお風呂 ここに付けようと相談はしてたんですけど、工事業者の人と相談してたんですけど、ついてる窓が相当でかい窓で、この、まあお風呂の壁よりでかかったんですよ。でかくて、まず高さ方向を減らしました。この木,木くんであるこれが、もともと窓の下側を埋めたっていう部分ですね。 で、この茶色のこれこの、えー、っと鉄骨が元の窓のこの鉄骨です、ね、元の窓の鉄骨なんですけどこうあってお逆光だよ真っ暗、まあ、ここ上は窓そのままなんですけどこっちのここ幅をここまで。 元々ここだったんですけど幅をここまで2 5 0ミリぐらい短い窓に変えましたでこれでまあ目いっぱいとは言わないですけどほぼほぼえっと浴槽、えっと、ユニットバースのサイズぴったりかなっていう窓サ,窓サイズになりますで電 でまあ天井は、えー、っとこのもともとのこれを、これ地ぶとん黒く塗ったわけなんですけど、もともとの天井、事務所時代の天井のえー、っと骨だけ、とりあえず残してあります。なぜかというと、まあ最悪、骨取ってもいいんですけど、この、まあ、軽点と呼ばれるこの天井の骨組みがいれば、 ユニットバスもしね高さが収まればここの上に普通に断熱材引いてえー、っとまあ室内の断熱できるなぁと思っていたので、えー、っと残してありますでちょっとここ青色に印あるんですけどこれ今あのえー、っと換気扇と えっとライトがどうしてもこの経転の上に飛び出ちゃうんで、えー、っとここの青色の部分を事前に切除して4月の頭にイントバスを組んでもらうという手はずになっておりますああれは事務所時代にエアコンがついてた電源と,、えー、っと取り外した後ですね これブレーカーはも、えー、ともと応ス室なんですけど、応ス室のエアコン用のブレーカーが、えー、ブレーカーから来てる線がここにあったので、今回はこれを汚れ室用の、えー、っと照明用に割り当てようと思ってます。こっちもこう垂れてるやつ、これあれですね。 これは2階に新設したブレーカーから取ってるんですけど200ボルトのえー、っとリクシルさんの製品2年前にここ買った時にも1階にお風呂入れてるんですけどまあ当時キレイ湯っていう機種なんですけどそいつにも100ボルトのえー、っと暖房機つけて結構まあ冬とかいいんで2回もつけようと。 思ってま,すまああれダクトですねこれ外壁直してもらった時にえっと風呂用のダクトも引いてもらってありますあいつをまあとからつなぐという作戦ですねこれエアコン時代のアースなんですけど朝あのボルトから取ってます ここ買った時に、まあ、アースすごいどうしよう鉄骨から取れるのかなって不安だったのでまあ電気に強い仲間に目がっていうのを持ってきてもらってえっと大まあぜ測定した10ポイントぐらい2回も1回も鉄骨関係から取れば、えっと、D 種の設置工事っていう基準満たすまあ抵抗,値だ抵抗値だってことが分かったんで大体の鉄骨からアースが取れる。 ということになってますでここの間仕切りはお風呂つけるのにえー、っと DIY で自分でつけた間仕切りですこの窓のこっち側ですねでこっちのまあ今お風呂のこの端側 入り口側については今お風呂が設置された後にこの真っ暗になっちゃってますけどこの OSB の壁のこの突き出し量とここのこの風呂を隠す壁面の位置をちょっと調整しようかなと思ってますで給排水はここからまあこう取り出してえっとフローと。 この黒,字黒線がこれ風呂の排水の、えー、っとおよそのラインなんですけどまあ足が、えー、っとユニットバスの足があるんでここら辺は今はとりあえず仮でつけといてで当日切断して、えー、っと足よけたところに、えー、っと配管し直そうっていうことになってますでもここら辺の排水は あの向こうの壁から抜いて、えっと、あっちキッチンの裏側ですね裏側に、えっと、第二シンクとか、えっと、つけたくなった時の排水用にしようと思って、まあ、ここら辺で、えっと、曜日の地図を入れとこうかなと地図ってこの分岐ですね分岐入れとこうっていう作戦でございます。 これも2年ぐらい転がしっぱなしの給湯器の、えー、と増設リモコンですね、これは。1階に1個ついてて、で、これ2階用ですね。今これ取って、この箱入りの浴室リモコンっていうやつに変えて、どこか、ここら辺につけてもらいます。で、これはジャンプして、裏のキッチンまで引っ張っとこうと思うんで。 まあ2度でも3度でもなんですけどえー、っとまあ予算の都合もありますし半分しみも兼ねるということで頑張っていろいろ工事していこうと思いますまた工事進捗とかえー、っとあれば、まあ、進捗した時に YouTube 載せていこうと思いますのでえー、っと DIY でお風呂の設置とかしてみたいなと思っている方はご参考によろしくお願いいたします また先人の人いたら色々教えてください。以上です。